こんにちは、こんばんは、鶴賀です。今回は伊藤さんの1000キロマラソンに参加 したいので、1キロを走ります。今回使用するのはこの万歩計となります。これで距離を測っていきたいと思います。で、行きます。今回ね、これね、ノーカットでやらさせていただきますね。今回編集なしのノーカット編集でいきます。ちょっと人が来たので恥ずかしいのでこっちへ行きます。ちょっとなるべく人がいないところ走ります。1キロって結構ありますね。まだ今 200m です。はい、まだ結構ね、長い距離走ってますよこれ。今日ね、企画とかいろいろまだ考えてるんですけど、まだいろいろ大変ですね。これビデオカメラ撮りながら走るというのはなかなか手が疲れますよ。本当に普段は三脚使ってるもんで、なかなか走らんもんで、久しぶりに走ったもんで、さすがに、ね、こう少し走ったけどかなり疲れますね、もう今日は。まだ結構疲れますね。これまだ今は300m です。なんか疲れますねこれ。で、現在は今ちょっと曇ってますね。で、今朝方は雨降っております。はい、なかなかこれ実況しながらっていうの、これ長いですね実況が。普段はもうカット編集とかしながらほとんどね、失敗してもいいんですけど、これノーカットだから失敗すると大変なんですよ。もうそれにちょっとかなり揺れますね。これ揺れるから大変です。今日この場所はね、この場所だと普段は野球とか草野球とかができるところなんですけど、できる公園ですね。もうはい、で、現在今何キロでしょう。今やっと半分でございます。あと 500m です。やっぱねまだ再生数も全然伸びない状態なので、まだまだ更新していかないといけないと思いますよ。まだ動画の更新はね、まだ少しずつやっていきますので、またお願いします。ちょっとさすがにバテてきました。さすがに高校の時はね、陸上やってみたんですけどね、それでも走ってないとちょっときついですよ。このおっさんの年になってね、やっぱ1キロ走るだけでもかなりきついです。ビデオカメラ持ちながらだと重いしきついし大変だよこれ。よし、頑張るぞ。もう少しなので頑張ります。はい。はい。今何キロでしょう。今 0.7 キロです。あと300メートル。
の再生回数をね、またちょっとね、まだちょっと動画がどうなってくるか分かりませんが、まだ続けれるだけは、始めてると分かりたいですけど、続けれるだけは続けていきたいですね。もうちょっとまだ編集なんかはね、ムービーメーカーライブを使ってますね、 Windows の。まああった、たまたまそこに Windows に編集ソフトが入っていたので、それをまだ使っております。普段こんな風にね、そういえばまだ野球場で、野球場の方があるって言ってたんですけど、簡単な野球場みたいなとこがこんな風な感じでございますね。ちょっとブレてますけど申し訳ないです。走りながらやってるもんですからね。あと 100m です。あと 0.99、 あともうちょっと終わります。なかなか一からしてるのもしんどいな。あともうちょっとです。はい、でこんな感じです、野球場は。はいはい、まあブレブレで申し訳ないですよ、こんな走ってるとこなんか。やっと1キロになりました。皆さんご視聴ありがとうございました。伊藤さん1キロ走りましたので、これであと頑張ってください。ありがとうございます。